説明は以上です。サークル見学行こうぜ。どこから行く？サークル見学か。ちいさん、お前はサークル見学に。おい、そんな格好で話しかけないで。あ、言われてみれば。帰って服を着たいが帰り道がわからん。じゃあ私は帰るから。よし、そうしよっか。どうしてついてくるのよ。道案内してもらおうと思って。絶対に嫌。どうして？言われなきゃわからないの？いや、なんとなくわかる。できればはっきりわかってほしいんだけど。じゃあ私は帰るから。お前が一緒に帰りたくないのはわかった。でも俺も困っているんだ。だからお前の服をくれないか。半裸の変態が着ているものをよこせと迫ってきていて。まったー、いとこだよな俺たち。俺の困りごとはお前の困りごと、お前の服は俺の服、そういう助け合い関係だろう。ちょっとやめて、そういうことを大声で言わないで。そういうこと？そのいとことかそういう。なるほど。それじゃあ服をくれなかったら俺とお前が一緒に暮らしていることを言いふらす。わかった。脱ぐ、脱ぐからお願いします。家のことは言いふらさないでください。ちょい待った、そのセリフって旗から見るとすっげえ犯罪臭が。半裸の怪しい男が来ませんでしたか？俺が一体何をしたって言うんだ。お前何やってんだ。ってなんだお前か。いろいろと事情があるんだ。事と次第によっては助けてやらんでもないが。お前実はいいやつだったんだな。今村康平だ。で、何があったんだ。聞いてくれ、チサのやつ俺を家まで連れて行かない上に服すら脱がないんだ。ケビンさん、ワンモアチャンスプリーズ。ストーカーに強制わいせつ、話を聞く余地なんかないだろう。それには事情が。ならその事情ってやつを留置場で話すこった。じゃあな。待った、話はもういい。その代わり着ているものを脱いでくれ。どこ行った？あの野郎、変態！とはいえ服を何とかしないとな。他に知り合いといえば。